はい、では続きやっていこうと思うんだけど、ガメルいるね、ここに。どうだろう。あ、でもちょっと遠いか。フェザーボールっぽい。いけるか。新しいね、そこに。あー、ダメか。ガーン、逃げちゃう。あ、ちょ待って、これは攻撃するの、攻撃してくるのでは。やだ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 、怖い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 、やめて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 、来るよもしかして。あー、ゲットできんよな。ちょ、ねえ、ちょ、いやー、しょうがねえ、やるか。よーし、進化系のポケモンだからね、多分もらえる経験値も多いでしょう。あー、倒しちゃった。まあしょうがないね。ちょ、後ろからちょっと呼ばいしたいですね。おお、経験値うまー。もうスーペーボールでやるしかねえか。まあ、またもう、ちょっと待って、ポケモン変えるか。何がいい、クランチでいく。よし、いけ。せっかくだからね、ゲットしたい。水の風、お、いい感じ。エアスラー、はい、よし、いいね。これで捕まえられるかな、エンリオ。はい、よし、やりました、ナイスー。え、モンジャラがいて、このゲームさ、色違いのポケモン、そっか、ポニータの例もあるから、そのまま色違いの状態出てきますよね。あ、ドラピオンじゃん。また目赤いんだろ、君みたいなポケモンはよ。あ、スコルピもいるね。逃げちゃった、ダメか。ねえねえねえ、見つかった。ちょ、びっくりするわ。スコルピ欲しい。あ、ダメか、君はもう威嚇状態だね。フェザーボールで無理なのか、これは。捕まえらんない。おお、結局はバトルでゲットしちゃった。バトルになって、スコルピー、よーし、ナイスー。高いところを飛ぶポケモンにモンスターボール届かない。でもフェザーボールなら。ありがとう。え、なんかいるな、あれは。なんだ、丸っこいやつ。これは、あ、タマザラシか。おお、かわいい。後ろから近づいて近づいて、はい、バーイ。あ、バリバリモってここにあるんだね。海岸に落ちてる。あ、ゴーリキーさんじゃん。あ、目赤いですね。あ、オクタンだ。おお、オクタン、おめえ捕まえられんのか、普通に。お、こっちもいた。でかいねー、オクタン。あ、無理、これはバトル、バトルしないとダメな感じ。ちょ、待って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 、怖い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 。おお、はい、しょうがねえ、やるか。わあ、なんかスコルピついてきたけど。あ、ちょっと待って、あー、危ねえ。これ、君何レベル。46、無理じゃん、逃げよう。これ目赤かったか、オクタン。ごめん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 なさいね、荒らしちゃってね。
めっちゃ追っかけてきてる、めっちゃ追っかけてきてる。怖い怖い、やめて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 。あ、不安定いるね、こう海にフワライドと一緒に。トドゼルが、おお、ちょっと待って、怖い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 、トドゼルが。いや、私はね、これが欲しいんですよ、これが。オッケー。ボイゼルがいて、あ、フローゼルもいて。で、目的地どこ？あ、ここ？あ、違う、これ新しい依頼か。あ、でもこっちもあるな。とりあえずちょっと依頼を見に行こう。あ、エイパムだ。エイパムー。あ、見つかるか。オッケー。どこに行ったの？そこのあなた、建築隊の頼市さん見ませんでした？見てないです。もうどこ行ったんでしょう。よしけば人探しを手伝ってくれません？この先で待っています。都合がついたら来てください。お、海岸ベースの設営だって。へえ、海岸ベースできるのありがたいけど、ちょっと遠いけど行ってみるか。新しいベースキャンプができるのはありがたいことですからね。オッケー、これも灯火取って、ゴルダックか。ちょっと待って、これ死ぬのか、これ。ねえ、このレベルもダメなのか。ちょ、ムーンちゃんよ。足つくじゃん。怖い。あ、ヤミカラス、あれ。お、ヤミカラスじゃん。わお。しょうがねえ、やるか。あ、ゲットしました、ヤミカラス。ふう、セーブしよう。71匹か。あ、ちょっと待って、あいつ、ああ、あいつゲットしてるっけ。毒ケール、いけるかな。あ、無理か。ガーン、スーパーボールは大丈夫かしら。 OK。ダメ？くそー。あー、ゲットだわ、毒ケール。ありがとうございました。この子いたわ、この子。怖い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 。依頼されてた子ね。君じゃないよ、こっちだよ。ゲットできるかな。お、やった。あ、そう、ヤマンアル。そうそう、これ、あの、依頼されてた子ですね。やばいやばいやばい、めっちゃ、あ、え、あ、サマヨールもいるじゃん。お、びっくりした。ちょ、待って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 、ない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 、怖いよ、めっちゃ追われてる。どう？あー、出ちゃうか。サマヨール欲しいな。あ、ゲットしました、サマヨール。
だけどまだね、いるんだわ、不安定がよ。まあ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 、さまよるね、ゲットしたからよしとしましょう。あ、逃げるか。そうね、さよなら。あ、よかった、ゲットできて。これはポケモンで壊せるかな。おお、ありがとうありがとう。はいはい、待ってましたよ。建築隊のウリーチさんを探す手伝いをしてください。キャンプを設営するため一緒に来たのですが、周囲の様子を見に行ったっきりで、まだこの周辺にいるはずです。オッケー。あ、ペラップ。出ちゃうか、しょうがねー。ペラップー。あ、逃げちゃう。逃げちゃうんかい、マジか。あー、ようやくゲットしたペラップハイパーボールが1個あったのでね、それでゲットしました。よかったー。よし、コロダックもゲット。あ、トゲピーじゃん。あ、トゲピーいるわチョケプリ。あ、逃げちゃったか。やっぱこういうのは近くに寄るしかないのかな。あ、やったートゲピーやったー。あれ、この人かな。しゃべってる、助けてくれ。ようやく見つけた。あー、いた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 。来るな来るな、しゃべってる。た、楽しそうですね。そんなわけない、助けてくれ。ペラップね、お助けということで、ペラップと戦いまーす。小鳥ちゃんは相性が良くない、ね、うわー、安らねえ。ちょっとレントラーで。ここもね、このエリアもなんかいろいろ強いポケモンゲットできそうだからな。オッケー。お疲れ様でした。助かったよ、あんたのおかげで命拾いした。ポケモンが人の言葉を話すなんて聞いてない。おかないおかない。人気のない場所で声がしたらお化けじゃなくてペラップだぞって故郷でよく言われてました。ヨリチさん見つけてくれてありがとうございます。今キャンプを設営してもらいます。おー、来た。よいしょよいしょもうペラップ相棒みたいなもんだろ、ここまで来たら。よし、俺の声を真似する嫌な気配を感じたけど気のせいだよな。ありがとうございます。ということで、海岸ベースができました。眺めのいいベースキャンプができましたね。何より水辺のポケモン調査するには最適の場所です。そやな。やはり今回ももう寄り道で大半が潰れてんだけど。もう30分ぐらい経ってる動画撮って。じゃあ、ガラナちゃんに会いに行くか。はい。あ、じゃあ報告するかな。13匹捕まえた。偉いやろう。7538。おー、うめえ。はい。
どんぐらい上がります？あー、まだか。まあ、でももう少しでね、またランク上がりそうですね。おお、軸の歪み、ここにできたんだ。じゃあここ抜けていかないとダメだな。うおー、これ怖いんだけど、これえ、なになになに、ちょっと待って、なんかいるな。あ、レアコイルじゃん。おお、レアコイル。ちょ、怖い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 、やめて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 。ちょ、待って、なんかめっちゃいるんだけど、ユンゲラーとか。ちょ、怖い怖い怖い、みんなこっち出てきてくんない？こっち。お、ちょ、なんかめっちゃ追っかけられてめっちゃ追っかけられてめっちゃ追っかけられてる。あれあれ、フーディン？怖い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 、ちょ、怖い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 。わっ、わっ、なんかサイドンとかもいるんだけど。ちょ、待って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 。ちょ、逃げます逃げます逃げます。はっはっはっ、怖っ。めっちゃ追っかけられた、もう悪夢のようだった、ほんと。あ、じゃあちょっと扉受けますか。金彦さん、お、あんたは陶芸クイーンを沈めたって噂の銀河団員、聞いてくれ、エパマたちに商品が入った荷物を盗まれたんだ。あいつらね、あいつらこっちをからかうように逃げ回ってちっとも追いつけやしない。あんたはポケモン慣れしてるだろ、頼む、エパマたちから荷物を取り戻してくれ、エパも追いかけろ。おお、まあまあまあ、これもおようやりますか。寄り道に寄り道を重ねてね、ようやくメインを進めるわけなんですけど、まあ今回ね、ちょっとペラッパとかトゲピーとかゲットできたの大きいかな。お、ブニャットさんや。いてえ、ちょ、ない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 、ちょ、びっくりするじゃん。逃げろー。ここまで来ました。あ、この人はガラナさん。あ、ちょっと待って、これあれじゃん、翡翠の姿のガーディーじゃん。ガーディーとウィンディー、かわいい。およしなさいな。私は真珠団のガラナ、あなた様は？あ、銀河団の。あ、なんか結構キリッとした大人な女性って感じやな。バサギリとドレディアを沈めた強者と聞いていましたが、ゾンが優しそうな顔しておられるのね。幸いなことに群青の海岸に荒ぶる菌がおりませんのよ。高波にさらわれた子供を救うため身を投げ出し海の藻くずとなり。あ、そうなんだ。どちらがキングの子供のガーディーだと思われます？あ、どっちもガーディーなの。大きいね、大きい方小さい方。え、これは逆転の発想というか、案外小さい方がキングの子供だったりして。こっち？あら、お目が高い。こちらのおとなしくてすぐに隠れたがるガーディーが先代キングの子供なの。あ、そうなんだ。そんな、キングたる資格の持ち主ですが、この子は父の死を目の当たりにして心に深い深い傷を負いました。それを無理やり鍛え次なるキングにするなど私には到底できませんな。真珠団の皆に何と言われようと、この子のあるがままに寄り添おうと決めております。さて、キングがいないとしてもまだご用があるのかしら。いや、ちょ、特訓頼まれてよ、カイちゃんから。どうしよう。まあでもちょっとここは話題をそらしますか。ああ、火吹島の調査、最近怪しい影を見るとの噂です。ただ火吹島に行くにはポケモンの、あ、イダイト、おお、ついに来る。海を渡る必要がございますね。海を渡るには金剛団キャプテンすすき様に相談なさるとよろしいかと。火吹島はおかしいですよね。怪しい影もそうですが、空の裂け目からの不思議な雷。雷とは雷と申しますので、神王様のお怒りじゃないかって不安になってしまうのです。というのも神女団金剛団それぞれが崇める神王様こそが本物だと争ったことがありまして、つまり本物の神王様からしたら偽物を崇める不届きな連中がいるってことですから。
イチョウの浜辺からつながる。あ、エイパムさん。あ、エイパム山ね。はい。そっちの方向は行ったな。くぬー。かわいい。大きい方。ちっちゃい方。で、ガラナさんね。はい。じゃあ、エイパムさん。お、すごい光ってるね。わお。え、ピョンできんのかな？大魚の隠れ山だって。ちょ、ピョンしてみていい？まあ、多分同じだと思うけど、溺れちゃってみたいな。できるかな？いくぜ！いくぜ、ムンちゃん！ピョーン！あ、おー！おー！受水です、受水。あれ？ボロさん？あ、どうもどうも。自分はですね、プレートを探しているのですよ。ムーンさんのプレート集めは順調ですか？うまくいってんのか、そうでないのかもわかんないっすね。ご謙遜はすでに4枚も持ちではないですか。荒ぶるキングを倒しては得て、ポケモンに乗れるようになってはプレートを手に入れているのですね。あなたの集め方はなぜだか古代の英雄を想起させます。神王様と戦ったとされる古代の英雄。不思議なのですよね。古代の英雄に従ったとされる10匹のポケモンたちは神王様から力を得たとされるもの。なぜ古代の英雄と共に神王様に挑んだのか。すべてのプレートが集まれば謎は解けるのでしょうか。ではお互い張り切ってプレート集めるとしましょう。では無理はなさらないでくださいね。お得意様を失いたくないので。あ、どうもどうもどうも。本当謎な人だよな。ここにキャンプがありますね。お邪魔します。お客様。え、なに、生きてます？大丈夫です？すすきさん。あ、男の人だよね。なんかあれだな、みかんちゃんの男バージョンみたいな、そんな感じがする。神なぎの笛をお持ちの銀河団ムンさんですよね。あの、僕何か粗相をしましたか？はい。やってないけどな。もう、いきないの方もわしの像に悪いのでお許しください。あ、偉大島をですね、ちょっと、いただきたいのですが、日置島に行かれる。それでしたら、偉大島に認めてもらえるよう、好物を用意すればよろしいかと。ただ、調理がちょっとばかりというか、かなり大変と言いますか、はっきり言って無理というか。いや、無理。主人公の顔、ちょっと困った顔、めっちゃ可愛い。もう一つが僕には絶対無理でして、夜に捕まえるべきポケモンがおります。教えてください。どれでしょう？聞くのですか？もしかして命知らずですか？あ、サマヨール？あ、サマヨール持ってるよ。なんで？材料をサマヨールの悪の波動で味付けする。これが偉大島好みの餌を作る調理法なのです。やりまーす！持ってます！っていうか。サマなんとか夜お化けわらあたりをうろつく一つ目のポケモンです。サマなんとかゲットしてきたよ。サマヨール、サマヨール、いたいたいた。お杖ですね。あー、出さないで。わかりました。偉大島に乗り、日吹島に行くという思い、僕も答えましょう。いつもはガラナさんのガーディーに手伝っていただくのですが、今回はムーンさんが認めていただくための調理です。僕が合図をしたら、さで始まってるで終わるポケモンに悪の波動を指示してください。え、なにこれ、ミニゲームか？頼むぞ、サマヨール。に？お前さ、怒りますよ。真面目にやれ。いきます。ナイス。あたりにかぐわしい香りが漂い、大刀の好物が出来上がった。偉大刀団子。ライドポケモン偉大島の好物。変わった手段で集めた材料を変わった手段で調理して作る。香りといい、形といい、最高の偉大島団子ですね。
よし、ということで、じゃあ、今回はここまでにしておこうかな。じゃあ、次回ね、ついに波乗りが使えるようになるのでしょうか。はい、楽しみでございますね。お疲れ様でした。